皆さんこんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？皆さんは悪気なく言った一言に相手が突然怒り出してしまった、こんな経験がありませんか？きっとそれは劣等感という相手の地雷を知らずに踏んでしまったためかもしれません。劣等感のある状態というのは心に傷を負っている状態なので、普通に触っただけでも鋭い痛みを感じたりします。触られた本人にとっては痛いのは当然なのですが、傍からはよくわからないので、劣等感が原因で人間関係がこじれることもよくあるんです。何に劣等感を抱いているかは実に人それぞれで、学歴に劣等感を持っている人もいれば、自分の能力だったり収入、育ち方だったり容姿、人間関係がうまくできないなど多種多様にわたります。まともな親に育ててもらえなかったとか、普通の家庭ではなかった、人並みの愛情を注いでもらえなかったといったことに劣等感を感じる人も多いようです。でも実際には普通とか人並みというのは、これなら普通という決まりがあるわけではありませんよね。だからそれを補おうとしても、なかなか補うこともできないまま、漠然とした劣等感として持ち続けてしまうということも多いんです。劣等感にはいろいろな種類がありますが、なぜ劣等感を持つのか、その理由は一つです。それは周りの人はみんな持っているのに自分だけ持ってない、自分は欠けた存在だという感覚なんです。だから実際に自分に何が欠けていると思っているのかを明確にするということが大切なんです。世の中には劣等感を刺激して目的を達成しようという考え方もあります。軍隊方式のスパルタコーチが参加者を思いっきりけなすことで奮起させて、やる気を引き出そうとするプログラムが過去にもありましたよね。確かに周りを見返したいという一心で悔しさをバネにして成功するということもあります。でもその成功というのはとても危ういものになってしまうんです。なぜでしょう？劣等感の反対は優越感ですよね。でも優越感と劣等感というのはコインの裏表だからです。今日は誰かに優越感を感じることができて満足を味わえても、明日もし自分より優れた人が現れれば、その優越感はあっという間に劣等感に変わってしまいます。だから周りを見返すために頑張るというやり方では幸せ感は長続きしないんです。自分は欠けた存在だと劣等感が考えるのに対して、自分は全てを持っている、何にでもなれると考えるのが万能感です。幼稚園ぐらいの子どもたちは、男の子も女の子もみんな自分は何にでもなれるという万能感に満ちています。ヒーローやヒロインものになりきって遊ぶ様子は見ていて微笑ましいですよね。この年の子どもたちが自分に万能感を持つのはとっても健康的なことです。鼻持ちならない子に将来なってしまうのではないかと心配して子どもの鼻をへし折る必要はありません。すごいね、かっこいいよと褒められて育った子どもは、大人になった時に不安でも未知のものに挑戦していく勇気を得ます。小学校中学年になってヒーローものへの熱が冷めていくと、だんだん自分を
客観的に見ることができるように成長していきます。何でもなれるという万能感から人と比べて自分を客観視し、自分の不完全さや欠けに気づいていくんです。客観的な目が著しく成長する思春期の子どもたちは、自分に自信を失って肯定感が低くなってしまうということもよくあります。でも自分を不完全な人間だと認められることは、子どもから大人へ精神的に成長した証なんです。自分の不完全さを認めることで、他の人への尊敬の気持ちや謙遜さが育つからです。でも不完全な自分に対して、こんな自分はダメな存在だと考え始めると、それが劣等感へとつながっていきます。劣等感と謙遜の違いは何でしょう？それは不完全な自分をダメな存在と捉えるか、不完全な自分だけどそれでいい、そんな自分でいいんだと考えるかの違いです。愛される人というのは、完全な人よりも自分の弱さや不完全さを受け入れている人ですよね。そんな人の近くにいるとみんなほっとできるからです。さあ、今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたやあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。ではまた。